はい、皆さん、こんにちは。本日第2弾目の、動画になります。無宗教チャンネルの、鈴木貴博として活躍していますけれども、幸い町に引っ越してきてから思ったことは、コロナ禍の問題と、またニューハーフの問題ですね。で、あとは病気の問題や、お肉の問題、食べ物の問題とかいろいろあって、で、体が重いなと思いながらいました。で、僕はもともとね、若者の団体で働いてましたから、そういうニューハーフのものや病気のものについてはあんま関心がなかったんですけれども、こういうのとこう触れ合うにつれて、あ、こういうのってやっぱりちょっと身が重いんだなっていうことを改めて感じた次第です。で、ニューハーフはね、いろんな病気を持ってますから、やはり期間でしっかりしていかなければなってすごく思うんですけれども、幸い一応全体を見てもね、ニューハーフが多いですから、どうもね、逃げ場所がないんですよね。で、ニューハーフってね、もともとはその男ですから、匂いといえば、重たくて、チンチン臭いところがやっぱりみんな共通しちゃってね。で、体が大きくて、やたらずうずうしい。で、パチンコ、お酒、あるいはこう、不摂生なそういう生活になりがちな、そういうので、結構、だらしがないんですよね。だから、皆さん、あんまり元気がないような印象で、やはり暗いなって思いながら、生活しておりました。で、近くに、そういうニューハーフが働く店っていっぱいあるのかなと思ったら、確かにいっぱいあって、皆さんね、そのニューハーフながらも結構いろんな店で働いてました。で、あんまりね、そういうのってお世辞にもあんまりいい接客や態度ではないので、やっぱり不快でしたね。で、幸い町ってね、もともと僕が引っ越してくるその理由になったのは、もともと父親と母親の虐待があったからであって、僕は自分からね、選んだものではないんですね。で、引っ越したいと思っても、そのマンションタイプって当時選ぶ選択肢がね、その2つしかなかった。で、そのうちの1つがここだったので、ここを選んだんですけど、やっぱりちょっとね、やっぱりもう片方の方を見ておけばよかったなっていう、そういう後悔のね、念がすごい残りましたね。当時はもう時間の問題だったんで、急いでましたから、もうすごいしょうがないことではあるんですけど、引っ越せるのであれば引っ越してしまった方がね、一番手っ取り早いのかなと思います。はい。僕はね、普通の純粋な男性なんで、やっぱり家族的にはこのニューハーフの土地っていうのは厳しいものがあるんだろうなっていう、そういう感じがしましたけれどもね。で、今もね、エイズっていう声が聞こえましたけど、ニューハーフはみんなそうですね。ニューハーフはね、なんで生まれたのかっていうと、多分自分自身のことをあんまりこう愛せなかった。で、それでこう、多分風俗か何かに行った後でね、多分性病になってしまって、大事なものを失ってしまった後、ニューハーフになったってそういうことだと思う。で、僕の友達もそうなんですけれども、そういうタイプがもちろん多かったわけです。で、ニューハーフというものについてどうのこうのって言っても、大半はそれらしいですね、幸い町の場合はね。だから、なんというかね、昔ね、僕は砂名高校っていう高校を受験した際も、ニューハーフの方が、応対してくださったせいで、僕が拒絶反応を示したことで、そこを切ることになってね、別のところに行ったんですけど、またかってね、そういう感じなんですよね。で、多分ね、あれですね、予防接種とかワクチン接種なんかも結構とことん受けてるんでしょうね。だから多分ね、陽性反応率の方が高いんでしょう、おそらく。だから陰性ではないんですよね。だから根本的なところを言うと、僕自身陰性反応のものが多いので、プラスのその要因がね、取り込んでしまうんですね。ですから、根本的なところを言うとね、非常に住みづらいんです。で、結果的に僕も仕事ってね、ほとんどできなくなってしまったんですけれども、お金には確かに困ってはいませんが、
普段ね、家でできることっていうのが、本当寝てるかちょっとゲームするぐらいしかなくてね、非常に、なんかこう、吉祥寺とかね、ああいう立川錦祥みたいなこう軽い雰囲気の空気とかではないので、体がそこ重たいんです。こう、霊に取り憑かれてるのにそこ重たいから、なんかうまく動けないんですね。だから、やっぱり厳しいし、さらにカーブスっていうところが結構騒音を立ててくるじゃないですか。だから休めないしっていうことで、本当に厳しい環境になったなって思う。だから、早くここから出たいなってそう思いが募り募って、爆発した結果ですね。まあ僕はその、いろんなお店にクレームを入れる、そういうクレーマーとしな、してなっちゃったんですね。で、クレーマーとなった結果、まあいろんなお店が変わっていくんですけれども、まあ結果的にそれが役に立ったから良かったものの、まあなんていうか、本当にね、本当の意味で僕がね、そうしたかったとか、そういうものが入ってないんです。例えば僕が、これこれこれが欲しいから、これこれこういう仕事を頑張ってとか、そういう実践的なものではなくて、例えば何か困ったことがあったらそこを消すみたいな、そういう作業しかできない。根本的にそれだと一歩前には出ませんから、ほとんど病院と同じ状態ですよね。だからそういうところが非常にもどかしいなと思いながらいました。だからこういうのっていうのは、まあ言うなれば史上最悪。だから早く潰れてほしいなと思う、そんな時に、まあ、池田先生という創価学会の方が亡くなって、まあこういう感じでね、まあ結果的に僕は生き残ったわけなんですけれども、まあ、なんですか、日本ってろくな国じゃないですね、本当にね、ニューハーブなんてね、言ったら。だから、どういうふうにすればその、この街から抜け出せるのかっていうね、そういうのを本当に考えなければいけないと思いますね。それを感じた次第です。はい。